バタフライナイフ。バタフライナイフは、フォールディングナイフ、折りたたみナイフの一種であり、有名な銅ナイフのメーカーなどから、バリソン、バリソング、タガロング語で蝶の意味とも呼ばれる。一枚のブレード、陶身に、溝のついたに分割されたグリップ、柄がついており、ブレードを上下から挟むように収納するのが特徴。開く際には二つのグリップがそれぞれブレード根本のピンを中心に、 約180度回転する一部に例外あり。開閉操作には若干の修練を要するが、慣れると非常に便利で、片手で楽に素早く操作できる。また、独特の開閉アクションから一定数の愛好者も見られる。もともとはフィリピンの武具、ファイティングナイフに由来するとされる、口実。片刃で抗議のホールディングナイフに属するが、中には、 グリップの前兆を超えたブレードがあるものもあり、これは、グリップの末端から、刃先が突き出す格好となるため、専用の鞘を必要とするものも見られる。一般にはこれを収める革製のケースないし、ポーチ、場合によっては、ブーツなどに取り付けたり、ブーツそのものにあらかじめそのような、折りたたみ式のナイフを収めるコイれがついているものも、見られる。ナイフの端くれとして、一定の繁栄性があり、 手入れさえしておけば、リンゴの皮むきや鉛筆を削ったりもできる。しかし、元々がブグで、先端が鋭利であることから、青少年の愛好者が所持することを問題視する向きも、いる、有害玩具。使用時、怪人時には、に分割されたグリップを握ることで、ブレードの尾端にあるピンを挟み込みロック、不意に折りたたまれない仕掛けする。ダッチなどの機構による、 補助ロックが付く場合もある。単純なロック機構ゆえに、フォールディングナイフとしては、非常にシンプルな構造となっており、これよりもシンプルなものは、肥後守るくらいである。ロックにバネを使わないため、開閉の抵抗が、極めて小さく、遠心力だけで開閉できる。不意なブレード部分の折りたたみという面において、肥後守るや、他のラチェット式のロック機構を持たないナイフに比べると、 バタフライナイフの安全性は比較的高い。少なくともハンドル部分を握りしめている限りにおいて構造上ブレード部分が折りたたまれることはないためである。反面装飾的な折りたたみアクションは文字通り刃物を振り回すことになるため一見すると操作者の指が巻き込まれそうであるなど非常に危険に見える。ただセオリー通りに扱っている限りは指に当たるのは ナイフの背の部分とハンドルだけであるため、認めほどには怪我をする危険性は少ない。それで持てから勢いがついてすっぽ抜け飛んでいったり、手を滑らせて落としたり、掴みどころを間違えて半回状態でブレード面をハンドルごと掴む危険性もないとは言い切れない。このため操作練習用の弾けがされておらずブレード部は、ただの板切れという製品も流通している。 上記のロック機構によって、遠心力などを利用した、素早い方でで開閉操作が可能である。また、通常左右どちらの手でも全く同様な開閉動作が保証される。ただし、ブレードの背が指に当たるような開閉操作の際に本来持たなければならないグリップと逆のグリップを取り間違えると怪我を招きやすい。よって、この操作法には若干の修練が必要となる。 単純な構造、パーツ数が少ない作りで、若干の修練を必要とするが、安全性、利便性も良い。逆に言えば、安価、低品質であっても、ホールディングナイフとして作れ、売り物になるということでもある。実際に、そのような安価なナイフが出回り、若者に愛好されることも多い。遠心力を利用した、素早い開閉は技術を要するが、見栄えする装飾的な双方もあり、 これを競う競技もある。これは若者に愛好されるもう一つの使用員でもある。単純な機構であることから、同じ技術、同じコストをかければ、より高剛性のフォールディングナイフを作ることが可能である。しかしその構造上、ブレードの幅に制約があるため湾曲、幅広などのブレードを備えるものは少ない。長い間使用すると、二つの視点の部分にガタが出やすく、 グリップを固定してもブレードがぐらつくことがある。これは細かい作業に支障をきたすため、この単純で安価なナイフの数少ない欠点となっている。バリゾンの起源をフィリピンまでたどることは容易である。現在もバタンガス州において老若男女すべてに愛用されており、互い体の麓にはボリオ・バリソングというバタフライナイフの名を冠した村もある。 しかしこのような折りたたみナイフが高温多湿のフィリピンで発症したとは考えがたく、スペイン統治下の時代にヨーロッパから伝来したとの見方が強い。フランス海軍の砲兵ナイフに類似の機構が見られるものがあり、これを起源とする説もあるが、確証はない。第二次世界大戦後にはフィリピン中流アメリカ軍が帰国時に米国に持ち込んでいる。フィリピンから 盛んに輸入された模様であり、タクティカルナイフ、兵士の傾向するラストディッチ的ナイフの原型とする、説もある。その流行は若者に及び、流行の後は有名なゲームウィザードリーのアイテム、などにも見られる、初期の日本語版では、蝶のナイフと訳された。使用人口の急増につれて、犯罪使用も増えた。やがて禁止する法律が多くの州で生まれ、 連邦レベルでも完成品バタフライナイフの輸入は禁止である。同様な例は数十年遅れて日本でも発生したが禁止ではなく有害玩具指定及び業界の自主規制にとどまっている。フィリピン輸入ではないアメリカのナイフメーカーとしてはバリソン社が挙げられる。バタフライマークを特徴とするこの会社はレスロベルタでアシス夫妻により起業され、 二度倒産した。第一の倒産後にはパシフィックカトラリー社として、第二の倒産後にはベンチメイド社として復活して、現在に至る。設備の老朽化による数年のブランクを除き、常にバリゾンのラインナップを保持し続けている。日本ではしばしばストリートギャングナイシチーマー、古くはパンクファッションといったモラドリアムファッションの延長で、 バタフライナイフを携帯する青少年や、それを問題視するものが見出せる。このナイフに、特徴的な操作方法の、派手さあるいは、かっこよさは、モラトリアムファッションに、関心のある、青少年層を魅了する傾向も見られ、富士テレビのテレビドラマ、ギフト、19974月から6月、作中で、木村拓也演じる、 主人公が器用に操ったことから流行。しかし、普段携帯していた少年ともに中学生がこのナイフで殺傷事件を起こしたケースが翌1998年に立て続けに2件、うち1件が土地に女性教師殺事件発生したため社会問題化した。以降、この作品が再放送されることがなくなった。同局の踊る。 大捜査戦第7話1997年2月18日でも深川敏和演じる犯人がこのナイフを扱うシーンがあるが東海テレビでの2010年代の再放送の際にはナイフ部分にぼかしを入れる措置が取られた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。